け物。こんな化け物をやっつける策がさらにあるのか、ジョジョ。ああ、あるぜ。え、あるのか。ああ、たった一つだけ残った策があるぜ。たった一つだけ、それは一体。あの足を見ろ。奴は足が細切れになりすぎてまだ完全に回復しきれてねえ。そこが付け目だ。それでたった一つの策とは。こっちも足を使うんだ。足をどうやって。逃げるんだよ。早期なんだあの男。持ってこいストレイツを。待ってくれジョージョー。いくら不死身になったとはいえ、細切れになった肉体の修復にエネルギーを使い相当の疲労がある。やったわ徳田ねよ。ラッキー、女性記者としてのデビューよ。何か後ろにいる。ここまで逃げてくればもう安心だな。いやスモーキー、あの音を聞きな。音だって。ああ川の音か。違う、上だ。助けて。追ってきた。逃げろ。この女は人質。お前が逃げればこの女を殺す。俺はそんな女知らねえぜ、このタカ。逃げよう、ジョジョ。私はお前を試す。この女を見捨てて逃走すればその程度の男と思い、私も肉体の疲労があるゆえもう貴様を追わん。スピードワゴンの復讐に来る男ではない。だがこの女のため登ってくるとあれば、それは貴様の性格を証明するということ。将来のお前は私にとって非常に危険となる男だ。今直ちに全力を尽くし貴様を始末せねばならん。5秒後にこの女を殺す。逃げるか登ってくるか決めろ。くっ、愛を誓い合った恋人ならともかくよ、この俺がそんなブスのために戦えるか、バーガー。殺し方はこのまま顎ごと口を引き裂く。チベットの波紋法の後継者ともあろうお方が、そんな女の子にむごいことするのかい。この野郎、本当に引っこ抜きやがった。ストレイト容赦せん。全滅。人間じゃねえ。とぼけた男だが、やはり劇場の性格であったな。くらえ。破る策はさっき思いついた。カモン。てめえの体液は波紋グラスで弾かれた。眉間を狙ってくるのは分かってたからな。受けるのは簡単だったぜ。抜けよ。スピードワゴンに地獄で割る。今夜からは安心して眠れるぜ。